ノジゲンです。おい、今日なんすか。はい、今日はハンターハンターです。お、ハンターハンターかな。変化系能力者まとめ、6つの性質ですかね、うんうん、がある中で、うん、今日は変化系の能力者どんな人いるのっていうのを、はいはいはい、じゃあまとめてきました。はい、ではまず変化系っていうのは、うん、この6個の図の右上にあるやつですね、うん、オーラの性質や形状を変化させる能力、うん、だからオーラを、まあ、火とかにしたり、うんうんうん、そういうことができる、はいはいはい、で似てるやつで、まあ、具現化系ってやつがあるんですけど、それはオーラで物体を物質化する、うん、まあ、だから鎖を作ってグラフィカとかでね、そうそう、あれはもう完全に物質化になっちゃう、うんうん、っていうのが能力ですね、うん、で、まあ、水見識、あれです、変化系は水の味が変化する、うん、まあ、すごいですね味が変わるのね、味が変わるのが、だから見た目は変わらないから舐めてみてわかる、はいはいはい、で、ヒソカのオーダ別性格分析っていう、ヒソカがそのオーダ別でどんな性格してるっていうのを自分の中で作ってるんですよ。へ、うん、それでは気まぐれで嘘つきっていう人が、まあ、変化系で多い。で、まあ、ヒソカも変化系なんで、あいつ変化系なんだ。そうなんです、あれはあのゴムでやって、あれは物質にしてるというより、うん、形状変化させてゴムにしてる。で相性がいいのは強化系と具現化系で、相性が悪いのが操作系っていうですね、うんうんうん、あの六角形のやつで、うん、それでは変化系能力者、はい、まあ、まずやっぱみんな大好きこの人が一番最初ですかね、うん、キルアさん、はいはいはい、キルアもね、そこなんだね、そう、うん、まあ、キルアっていうのはあの主人公の仲間で、うん、ゾルリック家の一人、うん、ゾルリック家の3なんですね、うん、イルミミルキキルアの3人目、うん、でキルアといえば、まあ、変化系能力、うん、オーラを電気に変える能力、はいはいはい、電気ね、はい、うん、これはまあ普通の人だとなかなか難しいらしいんですよ。へえ、いうのが電気を体に染み込ませてなきゃ、うん、なんかそれはできないんですけど、うん、まあ、キルアも暗殺一家だったんで、うん、あの電気当てられてたと、はいはい、幼い頃からね、はい、電気耐性なのね、そう、そんな耐性とかあんのかな、暗い過去もあるのでだから、まあ、電気耐性はついてたんで、うん、まあ、そう時間かからずに電気に変えること、なるほど、で、まあ、体内に充電するとその使用しすぎるとその電気が空になっちゃうんで、うん、再び技を出すにはコンセントなのか充電が必要自分に充電しなきゃいけないので技もいくつか、はいはい、技術し雷のに手のひらって書いて井筒し、うん、これあの手のひらから電撃をこう、はいはい、バーッですね、はい、これはもうスタンガン程度の威力、はいはい、なんで相手をちょっと動きを鈍らせることができる、うんうん、あと鳴神、落雷って書いて鳴神ですね、うんうん、まあ、相手の頭上から稲妻のように電気を落とす技、うん、これさっき井筒しより強いです、うんうん、いや幹部で、うん、神に早いって書いて幹部です、うんうん、自分の肉体に電気の負担をかけることで限界を超えた反射速度を、うん、おスピードアップだ、そう、これまあありますよね、この、うん、ガッシュにもありますしガッシュにもやっぱこういうのある、電気系の人はこう自分に体をやって早くするみたいなのがやっぱ、ね、うん、結構こういう技もある、はいはいはい、あと電光石火、うん、まあ、幹部と違って自分の意思によって体を動かす、うん、まあ技ですね、うん、っていう、まあ、こんな感じの技がありますよ。なるほど、まあ、キレはやっぱかっこいい、うん、で次、まあ、先ほども言いましたけどヒソカ、ヒソカね、ここでまあヒソカ謎のもうめちゃくちゃ序盤から出て超強いやつですね、うん、で旅団入ってたんですけど、まあ、旅団殺しなどちょっと行って、うん、っていうちょっと猟奇的なキャラってことです、はい、超怪しいよね。でヒソカの能力はまあ主に2つで、ここでかっこいいんですよね結局。あと1つ目バンジーガム、自身の裏をガムとゴム両方の性質を持つものに変化させること、うん、ガムゴムみたいにこう伸びるし、うん、こう戻ってくる、うん、けどそれがくっついたりもするっていう能力が一つ目ですね、はいはい、で二つ目がドッキリテクスチャー、うん、まあ、自身の裏をさまざまな質感に変化させて表面上を覆い隠す能力、うん、だからまあ傷めっちゃ受けて実は傷だけなのにこう隠したりすることができたり、なるほどなるほど、逆もできんだよね、逆もできます、はいはい、その傷だけの感じに演出したり、あとちぎれた腕をもう治ってるよみたいなこともできたりするのが、うん、まあ、ドッキリテクスチャー、うん、なんかね、でもそんな強く感じだよね、能力的に。そうだからこの地味というか、うん、なんかね、どうすんのっていう。でも結局この前回話しましたけど、その黒炉との対戦は、うん、黒炉はあんだけ複雑なんですよ、うん、そうそうそう、その中にひそかはこんだけシンプルね、シンプルな技で、うん、戦ってたっていうかっこよさですよね。確かにそう考えるとかっけえな。だってあんなやつがこういう技にしてるっていうのはかっこいいですよね。確かにどう考えてもシンプルじゃん、なんかもうあの複雑な感じ、ハサミが全方向から飛んでくるとかな、そういう技を使いそうじゃないですかぐさぐさにね、ぐさぐさに刺進するタイプ。でもそういう能力ではなくっていうことですね、はいはいはい、うん、次はギスケ、
はい、あのでっかくなる女の子、でっかくなる女の子、うん、まあゴン・キルアの師匠みたいな、うん、そう、あの人は普通にめちゃくちゃ強いですよ、うん、ただ能力としては変化系能力者、ただ戦闘能力としては肉体です、うん、戦闘としてはほぼめちゃくちゃ強い肉体なんですけど、じゃあ強化系とか使ってなくてただただ強いだけなんだ。ビスケの変化系能力はもう戦闘じゃないんですよ、要はあの人を実は10代のように見せてるけど、うんうん、実は57歳っていう、それがなぜできてるのかっていうと、この能力、うん、マジカルエステですね、うんうんうん、エステシャンのクッキーちゃんを具現化させて、まあ、マッサージを行う能力、うん、で自分のオーダーを特殊なローションに変化させることで美容健康疲労回復などの癒やす効果ができるっていうそれだからまあめちゃくちゃ強いですけど、能力としてはもうそういう方に振り切ってないというか、自分の美容にそういう使い方もできるのねっていうのはあともう一つはもうピアノマッサージ、うん、これは30分で8時間睡眠同等の疲労回復効果を得られる、30分でもう8時間睡眠めっちゃすごいじゃん。だからまああれですね、体力回復の能力、はいはい、はい、だからまああのイワンコフみたいなね、はいはいはい、感じのイメージですかね、ワンピースで言うとイワンコフみたいな。なるほどなるほど。で次がフェイタン、うん、現役旅団の髪の毛がこう、うん、なんかちょっと不思議な人です、うん、でまあ中国人みたいな喋り方をする方なんですけども、うん、この人も変化系能力者で、うん、この人も強いんですよね。でまあ、普段はこの刀とか銃を仕込んだこの傘を、うん、みたいなのを武器に戦ってるんですけど、この人能力は一つ目、うん、ペインパッカーですね、うん、自分が受けた痛みを糧に増強させたオーラを敵に放つ能力、食らったら倍返しなんで、倍返しだ半沢的な能力ですね、半沢能力、まあ、で広範囲への攻撃が可能で、うん、まあ、ダメージ受けてこう起こった時にバーンって使う技、はいはいはい、まあ、こういうのをひそかがね持ってそうな、やっぱ旅団っぽい能力ですよね、うん、なんかね。でもう一つはライジングさん、うん、かっけー、そう、かっこいいんだよ、痛みを糧にオーラを灼熱の玉に変えて放ち、まあ、じゃあ食らったらね、うん、そう、まあこれも痛み、さっき倍返しだね、倍返しをさらにその灼熱、10倍返しだ、じゃあ燃えてる玉に変えて辺り一面をこう燃やすみたいな、なるほど。で自分はなんかその防火服みたいなものをこう着、うんうんうん、具現化したもの、防火服みたいに着てるから熱くないよみたいな。なるほど。で次マチさん、うん、これも現役旅団の、うん、あの糸を使う女の人ですね、はいはいはい、あのひそかと、まあ、最初の方仲良かった、はいはい、あとも仲良いのかしらないですけど、可愛い子ね、可愛い子、うん、まあ、ちょっと S っぽい人は好きなんです。いやそういうわけではないんだけどまあ旅団にいるにしてはやっぱ可愛らしい子ですね、うん、マチの変化系能力、オーラを糸状に変化させることはできます、うん、で糸の強度は長さと反比例している、うん、反比例だから、まあ、長いと弱いんだね、うん、だから短いと強いよみたいなこと、うんうん、で町の変化系能力は粘糸方向、うん、粘を変化させた糸を使い切断された体をこう縫ったりすることができる、うん、これでまああのひそかもねこう持ってたみたいな、うんうんうん、ミンゴだ、ミンゴ、まあそうですね、うん、糸系の能力者っていうのも結構どの作品にも出ますよね、いるよね、糸は使いようって言ってるからね、ミンゴやっぱりみんな言ってんじゃんあ、能力は使いようか糸の能力者ってなぜか強いんですよね、糸ってなんであんな強いんだろうね、だって心臓にしちゃったりさ、ミンゴとかさ、そうそうそう、みんな結構出てくるの、なんかね、めっちゃ買って糸やとかね、うん、うん、っていうのはまあマチさんですね、やっぱ糸って強いんだよ、だからそう言われるとやっぱミンゴ好きだから見つけないで、まあまだ言います、うん、次ゼノゾディリック、うん、これ前ゾディリック家の時にちょっと紹介しましたけど、はいはいはい、ゾディリック家のおじいちゃんですね、はいはいはい、シルバーさんのお父さん、うん、この人も実は変化系の能力者、うん、最大半径 300m 円を使うことができる、まあ、円っていうのは、はいはい、あのこう自分の周り円、うん、あの円を広げることで感知したり、うん、だからそこに入ってきたら攻撃しちゃうよみたいなことができる人、うんうん、で能力としてはドラゴンヘッド、うん、まあ竜に模したこのオーラで攻撃するみたいな、うん、まあもうシンプル攻撃というか竜王拳みたいな、そうそうそう、竜拳みたいな感じ、ストリートファイターみたいなもう能力ですねで次ドラゴンランス、手に集中させたオーラで竜の頭作って、うん、まあ、それ伸ばした攻撃、まあ、ランスなんで槍みたいな攻撃をして、とにかく竜でバーンね、そうでドラゴンダイブ、まあ、これ竜星群とかって言うんですか、竜の竜に、うん、小さな竜の形に変化させたオーラの矢をもう無数に、まあ、シャ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 竜がとにかくダーンってことねっていう能力だ、ザ・竜だ、もうだこういう人出ちゃうと、うん、その念って何なんだろうってちょっとなっちゃう
何でもいいじゃん感はちょっと出ちゃう。念は何でもいいんだよね。念は何でもいいんだよ、自分で決めれるんだもん、ね、これでも全然いいんですけどね、うん、でラストかな、うん、シルバさん、シルバもあのゾルリック、シルバゾルリック、うん、この人も一応変化系なんですね、うん、変化一家だ、変化一家なんですね。でもあいつは操作なんですね、ハリのやつ、ハリイルミか、はい、でミルキは何なんだ、ミルキはなんか操作とかそっち系の気がしますけど、うん、で、うん、まあこの人シルバは変化系の能力、うん、で戦闘系の能力っぽいんですけど、うん、まあ、詳細は不明、うん、不明なんですけど、うん、まあ念を貯めてこう攻撃したり、うん、エネルギー弾タイプね。そう、なんか質量に関係してる変化系能力なんじゃないかって言われます。あ、まだ分かってないんだ、うん、そうです、うん、ただそのなんか攻撃としては使ってるんですけど、うん、まあ、一つはさっきも言ったそのエネルギーダムって能力 で、うん、でもう一つはなんかこの上空空から飛び降りて地上のターゲットに拳で攻撃するみたいな、うん、なんかだからちょっとまだ不明ですよね。不明だね。じゃあ竜に近いのかな、やっぱりおじいちゃん。そう、あそこ親子だっけ。あそこ親子やっぱ近いのかな。近いのかもしれないですね、うん、だからまあそういう攻撃質量なんじゃないかっていう推測は重さはやつってドゥンドゥン、だから藤虎か藤虎ぐらいまでなんかやってるんじゃないですけど、うん、そんな感じの可能性があるってことです、ね、なるほど。これが変化系です。お、変化系やっぱかっこいい人多いですよね。いっぱいあるね、うん、変化系だからね。なんかそっか、変化させるのか、炎に、だ水とかにもできる。あ、ドキヤ系みたいなのがワンピースでやろうと思えばできんじゃないですか。確かに。ただあれと違って食べたらできるわけじゃないんで、なんか電気は自分に電気なじませなきゃみたいな話があったりするから、からね、なんかやっぱ何でもかんでもってことじゃないんでしょうね、うん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 、だからまあこんな感じですかね、うん、誰が好きですかこんな感じは。まあ今やっぱ聞いた感じ、うん、能力としては糸かな。マチさんね、マチさんかわいいし、かわいいし。ただ意外とひそかのその能力がシンプルだったっていう、よく聞いたらシンプルだったっていうのはかっこいいよね。そう、やっぱシンプルで強いのが一番かっこいいですから。シンプルイズザベストっていう世の中にあることは、あれは正しいんだよ。正しい、うん、複雑にしたらよく分かんなくなるから。そう、うん、そういう感じなんですよね。これからもまあ個人的なまとめとかしつつ、このあと他の5つもね、うん、どんな人がいるかやっていけたらいいですね。はーい、はい、ハンターハンターっていろいろあるね。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。またこんなの見たいよとかあったらコメントにください。またやります。バイバイ。